皆さんは、東京の地下鉄どっちですかね。私ちなみに都営地下鉄沿線に住んでるんで都営の方ばっか乗るんですけど、メトロの方のそれなりにいるでしょうかね。はい、まあこうちなみにメトロね、あの民間会社なんですけど、一応株式会社なんですけどね、株主はこう国と都で 100%、まあ、半分半分ぐらい持ってるっていう状態なんですわ。でちょっと前になのかな、いつ成立したかはこの記事には書いてなかったんだけど、なんだ完全民営化させましょう、まあ、JR とか、郵政とかみたいにねっていう話になってるらしいんだ。で父として株式の売却、まあ、要は出資金を売らないと株式会社は一向に民営化できないからね、上場もできないからね、なってないらしいんだけど、ようやっと進むかもしれないらしい。さっき都営地下鉄って話をしたけれども、都営地下鉄は本日のごとく東京都も運営する地下鉄業、あの鉄道事業者であるわけなんだけれども、まあ、そっちの出資と絡めたいわけだ。九段下駅とか行ったことあるだろうかね。あそこはちょっと前までメトロと都営がこうなんだ同じホーム、島式ホームのさ北側と南側に分かれてホームがあったんだけど、なんか壁ぶち抜いて一本のホームにしましたって場所なんだけどね。他にも何箇所かあるのかな、メトロと都営をこうホームの中、改札の中で乗り換えられる場所。あとあの春日後楽園とかね、まあ、確かあそこも南北線と、大江戸線、ね、それからなんか三田線かが直接乗り換えられたはずだ、だからこう一体で都としては運営したいけど、逆に国としてはとっとと上場して、あの東京メトロってね、こう逆にバリアフリーがめちゃめちゃ悪いんだ。あのまあこうあとはこのな満員電車がひどいとかね、よくあるじゃない。それもまああるわけなんだけど、だからそれはね民間企業にすることでこうサービスレベルを向上させねばって一応国は考えてるらしいんだけどね。まあ、その思惑がなかなかこう進まなかったらしいですね。まあ、一応産経の記事もタイトル読まない読むんですからね、15日にやったんだけど、一応今出資率は国が 53.4% で都が 46.6% ね、さっき言った 100% 若干国が多いのかな、あの大株主というか筆頭株主は国のようですが、でそれを、お互いタイミングを合わせて半分ドンっつって市場に流そうか、あの売却しようかっていう話になってるらしいね。まあただそれを市場に半分ドンって流したら市場混乱するんじゃねえかなと若干思うんだけど、どういうふうに売却する気なのかね、誰に売却する、なんかいきなり上場して売却するっていうのはちょっと半分ってのは厳しいんじゃなかろうかなと思いますよ。まあ何非上場企業だから財務諸表見れるわけじゃないんで、東京メトロの BS を見て今資本金がいくらかわかんないけど、その資本金の半分が、いきなりね、まあ東証に当然上場するんだろうし、そこにいきなりドーンって上がってくるわけだ。なかなかでかいことになるなぁとは思うけどね。まあいつになるかわかんない。ただやりなさいっていう、交通審議会の答申は出たようですね。はい、まあJR の時、JR 民営化、分割民営化の時みたいに、こう、私の地元 JR 北海道は赤字だし、九州はこう、不動産だけやってるし、鉄道事業者としては東日本以外は軒並み赤という状態なわけだけれども、ね、そんなことに、まあ、東京メトロはなるわけないんだけどね、思いっきり黒だからね、逆に、なんだ、こう、このまま、こう、株主優先主義に陥って、結局今以上に客サービスが悪くならないことをちょっと願ってたりもする、はい。まあ、でも民営化すること自体は悪いこととは思ってないので、さっさとやれやって抵抗するのはクソメトロじゃんって思っております。はい、皆さんメトロを利用される皆さんは、国家の民営化でサービスが向上されると思いますか、それとも低下すると思いますか、ちょっとお考えいただければ幸いに思います。ありがとうございます。